ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回まではね、長々とヘレニズム三国のね、説明というか王朝の流れみたいなのを説明してきたんですが、まあこれがねローマとの戦いにどうつながっていくのかというところを見てほしかったというところなんですよね。若き血気盛んなマケドニア王フィリッポス5世ですね。まあこの頃もうそんなに若くはないですけどね、もう40歳ぐらいにはなってたと思うんですけど、まあ王位についた当時はね、非常に若くてもうイケイケで周辺各国を攻めたりしていたという感じですね。そしてアレクサンドロスの再来と言われたシリア王アンティオコス3世ですね。まさに大王と呼ばれた人物ですね。この二人が手を組み、わずか5歳で即位させられたエジプト王プトレマイオス5世をいじめるというような構図だったと。まあ、これからお話しするのは、まあ、前200年頃、ハンニバル戦争から、第二次ポエニ戦争が終わってから2年後ぐらいの話なので、まあ、プトレマイオス5世もね、まあ、即位した当時は5歳だったわけですけど、この頃にはもう10歳になってたという感じですね。まあまあ、それでもまだまだお子様なんですけども。で、まあ、ローマとプトレマイオス朝の同盟関係っていうのは、まあ、一番なんか長かったというかね、まあ、その間に裏切りとかもなくずっと続いていたっていう感じの関係なんですよ。プトレマイオス2世の頃からもう同盟関係を結んでいたと言われてますね。第一次ポエニ戦争の頃ですね。でもうこの頃にはもう盟友と言っても差し支えないような関係だったと。じゃあそれを攻めようっていうんだから、まあ、ローマも一枚噛む必要が出てくるんじゃないかという感じですよね。まあそれに加えて、そこにねアテネとかペルガモン王国とかね、ロードス島なんかの施設がスキピオアフリカヌスを筆頭とするローマ元老院を訪れ、マケドニアの横暴を解いたと。まあ、今回お話しするのはね、主にマケドニアの話です。マケドニア対ローマの話っていう感じですね。ちょっとセレウコス朝シリアはまた次回になるかなという感じなんですけど、まあ、そのアテネの代表団なんかがですね、もしローマからの何らかの援護がなければ近いうちに市街の土地のみならずアテネそのものも支配下に落ちるだろうみたいなことをね、訴えてくるんですよ。マケドニアが実際に、アテネの 方面にね、こうなんかもう攻め込んできてるというような状況だったんですよね。まあさっきの構図ではね、王たちの構図ではそのマケドニアとシリアが組んでエジプトを攻めるみたいな構図だったんですけど、まあそれに加えてそのギリシャ各国もそこに巻き込まれていくみたいな構図なわけなんで、今回の戦場はね、そのエジプトを直接ローマが助けに行くみたいな感じじゃなくて、こうギリシャの中でね、まあどうなっていくかみたいなね、戦いになっていくわけですよ。で、まあアテネとかからのこういった訴えを受けてですね、まあマケドニアの担当となった時のコンスルがですね、民会に諮ったんですよ。まあ要はマケドニアとの戦いをするかどうかっていうのをね、これ民会に諮んなきゃいけないですよね。戦争の開始とか休戦とかね、条約の締結なんかはケントリア民会というね、以前説明したと思うんですけど、この決議が必要だと。ケントリア民会ってね、騎士階級とか第一から第五階級まで分かれているっていうね、あれですね、その持ってる資産によってなんか票数が違うみたいなあれですよ。まあコンスルとかね、プラエストルとか、そういった交換を承認するところ、まあそこにコンスルがこのマケドニアとの戦いに関して、まあ改めて戦争を始めてもいいかということを民会に問うたと。フィリッポス5世のマケドニアに対し、ローマの同盟国に不正を働いているという理由で宣戦布告することを望み命じるか、コンスルが訴えるわけですね。ケントリア民会の反応は、いや勘弁してくださいよ、この間ハンニバルとの戦争終わったのにまたやるんすかさあそういう感じになるんっていう、てっきりねハンニバルにも勝ったしね、もうイケイケなのかと思ってたけどっていう。時のね、御民館がね、中心となって反発するわけですよ。御民館ね、平民の代表の御民館ですよね、拒否権があるっていう御民館ですね。マジ勘弁してくださいよみたいな、いやだってもうずっと戦ってるよ、うちらとずっとおかしくないこれってなんかもう元老院とか貴族の連中がわざとこうね、平民に対してこう平和を享受させないように、できないようにさせてる陰謀なんじゃないんすかみたいな、ね、陰謀論持ち出すんですね。 ありがちだね、そういうパターンっていう。まあ現代の政治でもありますよね、こういうのね。だからなんかここでもう平民と貴族のね、確執みたいなのが若干現れ始めてる感じしますよね。ね、このマケドニア戦争とかね、ポエニ戦争が一通り終わった後とか、それがかなりこう表立ってね、火を吹くみたいな感じになっていくんですけども、もうこの辺からちょっとね、出始めてるなっていう感じはありますよね。まあまあ、それはね、前からあるにはあるんですけども、
ただあのハンニバルとの戦いの時はね、やっぱりかなりこう一枚岩になれて、ファッションとしてね、一つの束として、ローマが一丸となれてたのに比べるとね、ちょっとここに確執を感じるかなというような気はしますね。まあこのマケドニアとのね、戦争に関してはスキピオ自身もね、大スキピオ自身もこの戦争にはちょっと慎重派だったらしいんですね。やっぱなんかさすがにこの民たちの疲労が溜まりすぎてるし、まあ休ませた方がいいっていうようなことを考えていたと。まああのなんか役中に書いてありましたね。ちょっとポリビオスだったかリビウスだったか忘れたんですけど、まあ役中に書いてありました。だからまあその五民間はね、スキピオの意向に沿って発言しただけの可能性もあるんですが、まあ、元老院議員たちはですね、これに立腹してですね、五民間に罵声を浴びせて攻め立てたというふうに書いてありましたね。その上で、まあ、その、元老院を怒ってるわけなんで、さっき望み命じるかみたいなことをね、このコンスル、プブリウス・スルピキウス・ガルバという人物なんですけども、スルピキウスですね。で、コンスル・スルピキウスに対して、元老院が、市民の怠慢を叱責して、この戦争を延期したら、どれほどの損害と不名誉を被ることとなるか、彼らに教えてやれと、こういうふうに、元老院がコンスル・スルピキウスに、促すみたいな感じになるんですよ。コンスルも大変ですよね。でお前がまず五民間とかね、民会をねちゃんと説得しなかったからダメなんだお前みたいな感じの扱いになるんですね。マジかよみたいな。でまあそれを受けてスルピキウス、コンスルのスルピキウスは改めて民会で訴えることとなった。市民諸君、我々が問われているのは戦争をするのか平和に暮らすのかということではない。フィリッポスはすでに大戦争を仕掛けているのだ。今問われているのはマケドニアに軍団を送り込むのか、それともイタリアに敵を招き入れるのかを問われているのだ。ああなるほどねと。だ我々にそんな選択肢はないんだよと。もうすでにね大戦争が起こってしまっていて、これほっとけば敵がイタリアに来るのか、それを座して待つのか、それともこっちがね、攻め入ってそれを未然に防ぐのかの二択なんだよっていうことを言ってるわけですね。そのこっちが平和を選ぶみたいな権利はそもそもないんだよと。そんな状況じゃないっすよっていうことを訴えてるわけですね。かつてヒスパニアでハンニバルがサグントゥムを包囲した時にすぐさま軍団を差し向けることができていれば、ハンニバルがイタリアへ来ることはなく、全てはヒスパニアでの戦争で決着がついたであろう。なるほどねと。まあね、ハンニバルがサグントゥム包囲した時もね、なかなか行けなかったんですよね。まあ、あの時ね、ちょっとイリュリアとかでもね、東の方で暴れてたので、それに対処せざるを得ないというか、まあ、どっち先行くみたいな感じになって、イリュリア先に行ったら、その間にね、ハンニバルにサグントゥム落とされてたみたいな話してたと思うんですけど、まあ、あの時もね、なんか、交渉とかしてたんですよね。交渉とかしててうまくいかなくて、結局、ハンニバルに先に落とされちゃうみたいな感じになっちゃったわけですよね。あの時だって早く対処できてればこうはなんなかっただろうという話なわけですよ。ちなみにさすがにそろそろヒスパニアにしようかなと思ってます。ずっとイベリアっていう風にねスペインのこと言ってたんですけど、まあまあもうローマの領域になってるわけなんで、ヒスパニアでこれから行こうかなと思っています。加えて言うと、先の戦争の折フィリッポスはハンニバルと結びイタリア侵攻を目論んでいたところ、我々が先んじて軍団をギリシャに送り込んだことで釘付けにしたという実績があるではないか。まあこれ第二次ポエニ戦争の時のまあ付随の戦争として第一次マケドニア戦争があったという話をしてたと思うんですけど、その第一次マケドニア戦争の時の話をしてるわけですね。まあちゃんとあの時にね軍団をローマが送り込んでましたからね。それとね各国との同盟関係によってこう釘付けにして、ローマ側には来れないようにしたという話なわけですね。そういう実績があるじゃないかと。今のアテネはかつてのサグントゥムだ。相手はあのマケドニアだぞ。マケドニアの付属物に過ぎないエペイロスとは権威が違う。その付属物の王ピュロスにすら我らは蹂躙されたではないか。マケドニア王がイタリアへ来ればマグナグラエキアの諸都市は一斉に離反し、イタリアは武器と炎で荒廃することとなる。まあちょっとなんかピュロスかわいそうな言い草されてますけどね。まあエペイロスは、まあマケドニアとエペイロス比べればそれはね、マケドニアの方がね圧倒的に権威もあるし実力もあるっていう話をしてるわけですよね。なのにその付属物に過ぎないエペイロスをピュロスにすらうちらはねボコボコにやられたじゃないかと。まあ追い出すことには成功したけどね、実質戦闘ではね、負けてたわけですからねローマはね。これがマケドニアがねイタリアに来たとしたらね、どうなるか分かってんのかと。
南イタリアの連中なんてすぐさま離反するぞみたいな話をしてるわけですね。まあそもそもあの辺ギリシャ人の都市なわけですからね。それはマケドニアに着くわけですよ。以上のことを肝に銘じて投票に向かいたまえ、いやスルキピウスが言うんですね。そして投票の結果、承認可決、戦争を命じたと。まあこの訴えがね、聞いたんでしょうかね、ご民間たちも黙らせることができたというお話なんですね。まあなんかね、このケントリア民会の決定みたいな、この民会の決定というのは、こう国民、市民がね、戦争を命じると、まあその政府に対して命じるみたいな表現になるらしいんですよね。だから戦争を命じたというふうに書いてありましたね。いざコンスルが二軍団を率いてマケドニアに乗り込んでいく。なんかね、これマキャベリの君主論の中にもですね、ここでローマがマケドニア侵攻を決断していなければね、イタリアが戦場になってたんじゃないかなみたいなことをね、確か書いてあった気がしますね。うん、まあまあこうしてね、マケドニアに軍団を派遣することが正式に決まって、まあ実際に行くという感じになったんですけど、ちなみにこの時にですね、ガリアではまた反乱が起きてるんですよ。まあこの辺ちょっとよくわかんない部分もあるんですけど、ハスドルバルか孫の部下であるカルタゴ人が、まあそのガリア人を扇動して反乱させるみたいな書き方でしたね。でまあハスドルバルも孫もさ、まあ実際にイタリアに来たわけじゃないですか。であの辺のガリア人たちを味方につけて、再びローマに対抗しようとしてたんですけど、まあ前に言ってたそのね、孫がジェノバに乗り込んできてハンニバルと合流することはできなかったけどって言ってたやつが、まあここで、もしかしたらこう火種がね燃え上がる感じになったんじゃないかなと思いますね。しかも結構な反乱でですね、町を何個か落とされるし、こう町を包囲されたりとかもするんですよね。なのでコンスルの一人をもうガリア方面に送らざるを得なくなる。まあ、それ以外にもやっぱイタリア半島内でもですね、まあ当然ハンニバルについていた町もたくさんあるわけですよ。まあハンニバル追い出したとはいえまあ一回裏切った奴らなわけですよ。じゃあ怪しいじゃないですか。だから国内でも結構睨みを利かせなきゃいけなかったところもあって、まあある程度の兵力をね国内に残さざるを得なかったみたいなところもあるんですよね。だから一気に大軍団をマケドニアに送り込むという感じではないんです。まあそんな事情もあってね、あのすぐに軍団を送り込めた、そのマケドニアに送り込めたわけじゃないと思うんですけど、まあここにだからその命令、戦争を命じたっていうところから実際に軍団がマケドニアに渡る、マケドニアっていうかギリシャに渡るっていうのには、まあ結構タイムラグがあったっていう話ですね。でその間にですね、すでにフィリポス5世はですね、もう結構近隣をこう侵攻していくみたいな感じの動きをしだすわけですよ。マケドニアの方にも多分そのローマが攻めてくるみたいなことは分かってたんだと思うんですけど、あのペルガモン王国のね、近郊を順調にこうあの侵攻していったりとか、まあ、アビュトスっていうね、ヘレスポントス、まあ、今のダーダネルス海峡ですよね、の都市をですね、まあ、包囲したりとか、まあ、そこで相当な殺戮を行われたみたいなね。まあフィリポス5世ね、結構なんかこう殺戮キャラなんですよね、いろんなところで、まあテッサリアとかでもね、テッサリアって本当はマケドニア側の領地なんですけど、まあそこでもその食料とかなんか水とかがなくなったら、あの自分たちの領地なのに略奪するみたいなことをやったりとかね、結構こうなんつうかダーティーな部分もある、キャラクターですね、フィリポス5世で。まあアビトスがね、あのもう事実上落とされてしまって、もうアビト市民もね、あの虐殺されまくった後にローマの施設がここにやってきてですね、ローマ軍団自体はまだ来てないんですよ。施設がとりあえず交渉のためにアビトスにやってきたっていう感じですね。でまあそのここでまあ一応そのマケドニアとの交渉みたいなのを行うんですけど、まあ当然それは不守備に終わってしまったと。要はマケドニアに対して、本当にお前戦争する覚悟あんのかみたいなね、ローマとやることになるんだぞこのままだとみたいな、ペルガモン王国ね、あのローマとの同盟国だけどお前手出したらどうなるか分かってんのかみたいな、その上でこれをやったのかみたいなね、交渉するわけですけども、まあまあ結局フィリッポス5世もこれには乗らずね、まあまさにアビュトスもね、ハンニバルの時のサグントゥムと同じように落とされてしまうという感じになるんですね。まあ要はローマ間に合わなかったと。まあさっきアテネがね、サグントゥムだみたいな話をしてたのにね、アビュトスもサグントゥムなのかよっていうのわけわかんなくなるんですけど、まあ、あの原文にこんな感じで書いてあったんで、だ割とね、そのダーダネルス海峡っていうね、まあ制海権にとっては非常に重要な拠点を落とされてしまったというわけなんですよね、ここでね。その頃になってやっとローマ軍団が到着するんですよ。遅いよって、何だったんだよあの演説はみたいなしかもすでに冬だったからね、春が来るのを待ってからの戦いとなるみたいな
感じになるんですよね。まあといってもなかなかね直接対決にはならないんですけど、で遅えよって間に合ってねえんだよみたいな。でまあちょっとこの辺ねよくわかんないんですけどね、まあローマは当然ね、イリュリアとかエペイロスとかあの辺から西側からねこう上陸してくるわけですよ。でまあそこから船でねとりあえずねアテネの方に回ったっぽいんですよね。アテネの方、まあ船でなのか陸路でなのかちょっとわかんないんですけど、とりあえずアテネの方に向かったと。でアテネに入るとまあそのアテネ市民たちもねあのすごい盛り上がりつつですね、そこからまあ一気に攻勢をかけて、マケドニアの手にすでに落ちていたカルキスというね、まあアテネの、まあ、対岸というか、北にあるエウボイア島っていうねあのでかい島ですよね、そこにあるポリスをまあ簡単にね落とすことができたんですよ。まあマケドニアの守備隊があんまりいなかったみたいな感じだったと思うんですけどね、そこでねローマ蹂躙して、まあ虐殺したりしてますね。略奪したりもここでしてるんですよね。なんかねローマもね第一次マケドニア戦争の時にも割とこう虐殺とかをこの辺でやったりとかしてて、意外と評判悪かったりみたいなとこもねあったらしいんですよね、ギリシャ人たちにとっては。まあやっぱそういうことするんだローマもみたいなところはあったみたいですね。でまあこのカルキスっていうのもね、今ローマが落としたって言ったカルキスっていうのもまあ割と海上の覇権をね、取るには非常にまあ重要な拠点だったんで、まああのフィリッポスとしては非常にじくじたる思いだった。それを取り戻そうとしてね一回カルキスの方に行こうとしたんだけど、もうちょっと取り戻せるような状況じゃなかったという感じになったんで、あの直接アテネにね進攻していくんですよ。でこの時ローマ軍団まだ多分カルキスにいたのかな、ちょっと分かんないんですけど、すぐにこうアテネを助けに行くみたいな感じにはならなくてですね、もう普通にフィリッポスにアテネの城門とか突破されて、もうあわや占領下ぐらいのところまでアテネ行くんですよね。だけどここギリギリのところでローマとねペルガモン王国のアッタロス一世っていうね、王様がね、軍を率いて駆けつけて、フィリッポスは引いていくという感じになるんですよ。だからここでも まだそんな直接対決にはなっていないというか、とりあえずローマたちとかの援軍が来たんで、フィリポスたちが逃げていくみたいなね、感じになったんですよね。で危ねえとこだったなみたいな。アテネ占領されかねなかったんですよねここで。まあまあこれでそのアテネ市民たちはね一気に勇気を取り戻して、まあ今まではそのマケドニアに遠慮して表だったね反マケドニアとかを言わずにいたらしいんですけど、まあ、ローマが来てくれたことで露骨に反マケドニア旋風がまた吹き荒れてですね、もうあのデモステネスの時どころじゃない反マケドニアになってくんですよ。その反マケドニア的なね、ことを言わないやつとか、そのマケドニアを擁護するやつはもう売国奴だみたいなね、感じの決議をするんですよ民会で。すごいっすよね、これ決議するんだみたいな。でそのローマに対してはですね、本当に頼みますぞつって、まあ、めちゃくちゃ期待をかけて、そのローマの方もおみたいになるっていう、そんなに来るのみたいな感じになるってね、若干引き気味みたいな。まあアテネらしいですよね。極端に触れますよね。まあまあこれはもう民主制の宿命なのかなとも思いますけどね。ねアリストテレスの言うようなね中間の国政はできないもんですかねみたいな。それをアテネに望むのはちょっと酷な気もしますけどね。うん、まあまあこうしてこうフィリッポスはねこうアテネから追い返されたみたいな形にはなったわけですけども、まあマケドニアもこう改めてこういろんな各国とのね同盟関係みたいなのをもう一度構築し直さないとやばいなっていうふうに思ったっぽくてですね、アカイア同盟っていうね、あの南の方の同盟ですね、ペロポネソス半島の北の方というか、あのスパルタの上の方にあるアカイア同盟ですね。まあこことも接触して、この当時アカイア同盟はねスパルタと戦争してたんですよね。でまあ伝統的にはアカイア同盟はマケドニアの側についてた、もともとで、まあその同盟関係を改めて確認するみたいな、まさかローマの方につかねえよなみたいな。でまあなんやかんやありつつ、まあアカイア同盟との同盟関係は確認できたと。でアカイア同盟はマケドニア側についてくれることになったと。でさらにアイトリア同盟ね、その北の方の同盟ですね、そのアイトリア同盟とも接触してね、あのローマに近づきすぎたらどうなるか分かるんだろうなみたいなことでね、脅しをかけたりするんですけど、まあ釘を刺したりしてね、するんだけどね、まあ、結局アイトリア同盟はね、ローマ側についちゃうんですよ。まあ、このアイトリア同盟もね、かなり癖があるというか、なんというかなんですけど、まあそれはちょっと後々というところなんですが、まあローマ側にアイトリア同盟がついてしまって、まあここで、ダメだっつっただろってマケドニアにね、ボコボコにされるみたいな事件があったりもしつつ、
まあだからいろんなポリスがね、こうついたり離れたりするので、まあ一概には言えないんだけど、最初の頃はアカイア同盟はマケドニア側、アイトリア同盟はローマ側についていたみたいな構図だったわけですね。まあそんな感じでマケドニアもこう頑張ってね、いろんなポリスを引き込もうとしたりとかしつつ、でローマもね、マケドニアの領域をね少しずつこう戦闘によって削り取ったりするんだけど、やっぱねそんな本格的な大海戦にはまだならないという感じなんですよね。小競り合いというか、まあ遭遇戦という感じ。ちなみにねこの時ねローマが初めて象を戦闘で使ったらしいですね。まあ数頭だけらしいんですけど、3頭だったかな、かなんかね、連れてきて、まあそれなりに活躍するんですよね。うん、まあこれはザマの戦いの時とかにね、手に入れた象だったみたいですね。だからまあお互いねこうなんか一気に決着がつくみたいな感じにはならずに、ローマの側もね、少しずつ削ってはいくんだけど一気にはいけないと。まあこれはだからそのローマ軍団はね国内事情とかもあったし、数が限られていたっていうことと、まあヒスパニアにねスキピオが乗り込んでいったのとは違ってね、すでにもう高度に文明化されたポリスをね一個一個こう寝返らせたりしなきゃいけないわけですから、で攻めるにしてもね各ポリスにはそれなりの城壁があるわけなんで、まあ簡単には落とせないわけですよね。一気にヒスパニアみたいにねこうオセロの盤面をぐるっとひっくり返すみたいなね、そういうことが多分なかなか難しい。だからかつてねもうカッサンドロスやポリペルコンやデメトリオスたちがこう苦労したのと同じようにローマもここで苦労するんですよ。まあ同様にフィリッポス5世も苦労するんですが、もうみんなこうなんかね独立心が強いわけですよね。やっぱギリシャ人はね基本的に誰にも支配されたくないから、なんかのらりくらりとしながらなんかあっちついたりこっちついたりするわけですよね。それにローマもマケドニアも翻弄されるみたいな感じで、まあそんなことしてたらあっという間に1年経ってしまって、まあコンスルの交代の時期になるわけですよ。まあスルピキウスがねさっき演説していて、民会にね戦争を命じさせたスルピキウスが直接マケドニアに乗り込んできてたんですけど、ここで1年経っちゃったんでコンスルが交代となる。まあ以前ねスキピオの時とかに1年経ったら交代になると困るんでそのまま続けるパターンもあるよみたいな話してたと思うんですけど、多分ね基本的には交代するんだけど、ああいう時はまあスキピオに引き続きやらせるみたいなこともあるっていう感じだと思うんですよね。スルピキウスもまあそれなりに頑張ってたんだけど、そんなにこう戦果がね一気に出たっていうわけでもなかったんで、普通に交代となる。ここで代わってマケドニア入りしたコンスルがですね、プブリウス・ウィリウス・タップルスっていう人物なんですけど、ウィリウスですね。このウィリウスがギリシャに来てみると今度はローマ兵たちが暴れ出すんですね。その暴れ出した兵たちはですね、その暴れ出すっていうかもう普通に暴動みたいになってですね、反乱ですよ。兵たちの反乱が起きてるっていうような状況で、ウィリウスが言ったら、ま、なってると、うわーみたいな、ふざけんなーみたいになって、どうしたみたいになってんだけど、その暴れ出した兵たちの言い分としては、その兵たちはね、アフリカから、そのザマの戦いとかを戦ってた、あのアフリカから、シチリアに行かされて、そのままローマの地を踏むことなくマケドニアに来た連中だったらしいんですね。だからもう勘弁してください、マジで早くローマ帰りたいっすよ、もう傷だらけすぎて流す血もないっすよっていきなりウィリウスに訴えかけてくるっていうね。まあまあなんか兵たちのね気持ちもわかるしね、普通に一旦ローマ帰らせてくれよっていうね、なんでこんな一回シチリア経由してギリシャまで来なきゃいけねえんだよっていう。そもそも御民間もっと頑張ってね、ね民会の時に反対しとけよみたいな。しかも1年経ってもね、なかなか戦果も上がんねえし、こんなとこでダラダラしてのたれ死にしたくねえよみたいなことですよね。まあ兵たちの気持ちもわかる。ただコンスルのねウィリウスはちょっとかわいそうすぎますよね。いきなり配属された現場で、もう部下たちがストを起こしてるみたいな、その真っ最中に切ってみたみたいなね、いきなりこんなことになってるんですかみたいな、前任者何やってたんですかみたいな。しかもこの時ね、認知決めるのってなんかくじ引きで決めてたらしいんですよね。そのガリアに行くか、ギリシャに行くかみたいなね、ことでね、くじ引きで決めたらしいんですよね。まあ、スルキピウスの時もね、そうだったっぽいんですけど、いや、かわいそう、ウィリウスっていう。まあ、その認知を決めるのは全てくじ引きというわけではなくてね、もちろんね、話し合いで決めることもあるし、っていう感じですね。まあ、この時はくじ引きだったみたいですよっていう話です。
で、まあ、コンセルのね、着任早々のウィリウスはですね、わかったわかった、落ち着けと。俺が元老院に掛け合ってみるから、な、頼むよ。まずは落ち着いてくれないと交渉するにもできないだろうとか言ってね。まあ、その実際にこう、なんか武力反乱みたいな、近い状況になってたわけなんで、一旦待てと。そんなことやってたら元老院も聞く耳を持ってくれないから、一旦武器を収めろというようなね、ことを言うわけですよ。あ、コンスルってこんなね、なんか中間管理職っぽい感じなんだ。あ、お辛い立場なんですね、っていうね。で、そのまままあ、その反乱が、まあ、なんとか収まったぐらいの感じになって、冬が来るんですよ。で、まあ、当然冬はね、戦争しないので、まあ、また春まで待っていると。そしたら、こう、フィリッポス5世がまたね、攻勢を仕掛けてくるみたいな感じになって、他国への侵略を再開し始めたという感じになってきたので、コンスルのね、ウィリウスもマケドニアに攻め込もうとしたところ、はい、あなたの任期は切れました、みたいな感じになるんですよ。次は私がコンスルです。で、別のコンスルがやってくるみたいな。かわいそすぎるって。ウィリウスね、ほんのちょい役すぎてね、なんかもうかわいそすぎるからね、ちょっとね、この、プブリウス・ウィリウス・タップルスの名前は皆さんにちょっとお伝えしたかったなということです。はい。で、次のコンスルが本命なんですよ。別に前二人正直はしょってもよかったんですけど、いや、コンスルって大変なんだなっていうのがよくわかるかなと思ったんでご紹介したっていう感じですね。で、次のコンスルがティテス・クインクティウス・フラミニヌスっていう人物なんですよ。フラミニウスじゃなくてフラミニヌスですね。ウじゃなくてヌです。フラミニヌスがね、なかなかに癖があるというか、まあ、簡単に言ってしまうと、あ、まあ、30歳にしてコンスルに立候補してきたっていうタイプなんですよ。あ、出た、そういうタイプっていう。スキピオタイプですね。なんかね、これもちょっと間違えたのかもしれないんですけど、スキピオの時に年齢制限うんぬんって説明してたじゃないですか。コンスルになれるのは40歳からなんだけど、スキピオ全然そこに達してないのにコンスルに立候補してきたみたいなね、話とかしてたんですけど、あれね、多分ね、歴史学的には違ったのかもしれないですね。なんかね、年齢制限がかかったのって、まあ、ローマ建国以来の歴史の訳中によると、どうやら前180年頃らしいんですね。今説明してるのは前198年とかなので、まだスキピオの時もフラミニヌスの時も、その年齢制限っていう法的なものはまだなかったんじゃないかなと。とはいえ、その慣習的にね、さすがにまだ若すぎるやろとか、それ以外の官職をね、こうステップアップしてきてコンスルになるっていうのが通常のルートなんですけど、そのプラエストルとかね、そういったものも経験してないのにいきなりコンスルやるとか、マジで言ってんのみたいな感じはあったっぽいですよね。で、まあ、どっちみちぶっ飛んでるっちゃぶっ飛んでるんだけども、その法律的にどうこうみたいな話ではなくて、慣習的に、いや、さすがにね、みたいなところがあったという話なんですよね。だから、まあ、その文句が出つつもね、割とスキピオもあっさりコンスルになれたし、まあ、フラミニヌスも、まあ、文句は出つつも、同様になれたという感じなんですね。コンスルになれたんですね。元老院もね、なんかこれは、いや、まあ、別に法律で禁止されてるわけじゃないし、いいんじゃないですか。意外と軽いっていう感じで決まるんですよね。で、まあ、さっき言ってた通りね、そのマケドニアにいる兵たちのモチベーションがもうね、限界なんで、ヒスパニアとかアフリカで、スキピオと共に戦った精鋭っていうのをね、引き抜いてフラミニヌスがマケドニアに行くこととなるんですよ。3000人ぐらいかな、確か精鋭を引き連れていくんですよね。で、まあ、フラミニヌスがその前のコンスルだったウィリウスやその兵たちとこうバトンタッチするという形になるんですよ。だから、まあ、兵たちもね、やっとこれでローマに帰れてよかったねということなんですね。で、まだね、30歳のフラミニヌスはね、若きフラミニヌスはスルピキウスとね、ウィリウスのやり方が手ぬるすぎると、マケドニアに速攻で攻め入ってやるということでね、こう息巻いていたんですけど、どうにも攻め手がなくてですね、まあ、そのまま40日間何もなすことなく過ごすこととなるというふうに書いてありましたね。勢いだけ良かったんだけど、どうすればいいんだみたいになるって。まあ、これもね、その、フィリッポス5世自らね、エペイロスのアオス川っていう川と山に囲まれた難攻不落の防壁と言われていた箇所を抑えていたんで、まあ、フラミニヌスも進むに進めないというような感じだったんですよね。今、
そのフラミニウスたちはそのさっき言った通りエペイロスとかねイリュリアとかその辺からこう上陸してきて、そこからまあ普通に東に横断するような形で多分マケドニアにね直接乗り込んで行きたかったみたいな感じだったと思うんですけど、そのアオゴス川っていうところちょっとどの辺か分かんないんですけど、まあエペイロスとの境目ぐらいのところを抑えられていて、そこから先に進むことができなかった。やっぱりこのマケドニアもさ、あの首都のペラがあるあたりはすごい平地なんですけど、それ以外はもうずっと山なんですよね、山岳地帯。そこをこうあの突っ切っていかなきゃいけないみたいな話なわけで、だこのアオゴス川を押し通るのか、それともぐーっと迂回したりとかしながら、まあそのそれこそアテネの方とかにね、行ってから、テッサリアとか経由でマケドニアに乗り込んでいくのかみたいな多分選択肢はあったんでしょうけど、まあ、フラミニウス的にはね、あの一気にこう横断して攻め込みたかったみたいな書き方だったんですよね。だけどそのアオゴス川、難攻不落の防壁を抑えられていたので、どう攻めようかなみたいなことを考えてたら40にしたってたみたいなそういう感じだったみたいですね。でそんな時にですね、あのフィリッポス5世の方からエペイロスの王様を仲介者として和平について交渉しようではないかっていう誘いが来たんですよ。まあこれも唐突なんですけど、まあマケドニアもね国内事情とかも割と大変だったっぽいし、まあなかなかこう同盟関係、他国との同盟関係とかもうまくいってなかったみたいなところもあるんで、さっさと和平結んで、あのローマをとりあえずね、あのギリシャから追い出したかったみたいなところはあったと思うんですよね。でお互い軍勢を率いてですね、現在のエペイロスのアオース川を挟んで会談を行ったと。でまずはフラミニヌスが言うんですね。この戦争のきっかけを作ったのは明らかにマケドニアである。先に暴力を振るった者が奪った土地を返還するのは当然のことだろう。テッサリアを含め自由を主張する町々を解放するべきだというわけですね。これに対してフィリッポスはですね、ブチギレるって、いや自分から会談申し込んどいてブチギレんの、若造が知った口を、テッサリアは我が父祖より受け継いだ地だ。あそこが怒りポイントねっていう、つまりまあ今回のマケドニアのね、侵攻によって別にテッサリアを奪ったみたいな話じゃないわけですよ。それ以前からもうテッサリアはマケドニアの領地だったから、そこを放棄しろとか何気が狂ったこと言ってんだみたいな感じなわけですよね。ローマがエトルリアを放棄しろって言われてるみたいなね、もうそういうのに近いわけですよ。エトルリア市民たちにこう自治をさせるべきだみたいなことをこうフラミニヌスが言ってきてるみたいな構図なわけですね。そりゃ切れるわみたいな。敗れた敵に対してすらそれより厳しい命令があり得るというのか。フィリッポスは席を蹴って立った。かろうじて怒りを抑えたが、その場ですぐに戦闘になりかねないほどだった。まあフラミニヌスはね、分かってて挑発した感じもしますけどね、早く決戦やりたかったと思うん でこうしてまあお互いもうすでに軍勢も率いてきての会談だったんで、まあこれ決裂すればすぐに戦闘に入るぞっていう準備がもう万端な状態なんですよ。その上で交渉してた。で、あの、もう全然折り合いもつかず決裂したという感じになって、翌日、もうその場で戦闘が始まるんですよ。それなりに、まあ、広さのある平地で、まあ、お互い譲らずにね、一進一退の攻防を続けていたというような感じだったんですね。まあ、なかなかローマ側もこう攻め手がなくてですね、やっぱ、こう、難攻不落な城なだけあってね、このままじゃ落とせねえぞ、みたいな風にも思っていたと。いうところにですね、そのローマ側の陣営に、なんかエペイロスの有力者の使いなるものが現れてですね、あっしは地元のものでね、この辺りの地理には詳しいんです。ここだけの話ですが、マケドニア陣営の裏の丘に出られる抜け道を知ってますが、どうします？言ってくるんですね。なんかあの、テルモピレーの戦いの時のね、ペルシャ軍にね、裏道を教えたやつみたいなね、そういうやつが出てくるんですよ。まあ、フラミニヌスはね、当然本当に信じていいのか。っていうか、まあ、正直今の状況だとね、打開策あんまないからね、信じるしかないか、みたいなことになりつつですね、まあ、半信半疑のまま、4000の歩兵と300の騎兵をね、その男の後ろを進ませたと。で、男が言ってたことが本当だったんですよ。裏に、抜けることに成功して、ここでその裏の丘から攻め降りることによってですね、もう見事に強撃という形になって、マケドニア軍はひとたまりもなくチリジリに逃げ出し、テッサリア方面へと逃げ出したということなんですね。
いや、ローマがマケドニアに勝っちゃいましたよ。ね、それなりの規模の戦闘でね。これによってね、ハンニバルがイタリア半島に来た時のごとく、まああの時もね、初戦に勝ったことによってね、どんどん周辺の町がハンニバルに寝返っていったわけですけども、これと同じように周辺のショポリスも、ギリシャのショポリスもローマ側につき始めた。やっぱこの戦闘で勝つっていうのがね、やっぱ重要ですよね。でここでもともとマケドニアについていたアカイア同盟もローマ側につくんですよ。これはでかいっすよね。その後も徐々にね、まあマケドニアの方にこう食い込んでいったりとかしながらね、その頃にはヌミディアのマシニッサもヌミディア騎兵4000とかね、象10頭とかの、援軍を送ってくれたりとかするんですよね。でここでまあフラミニウスのね、コンスルの期限、1年を迎えることで、期限を迎えたんですけど、まあ戦闘で勝ったっていうね、実績もあったので、その実績が認められて、こう命令権が延長されるというかね、スキピオの時と同じようにプロコンスルみたいな感じで、引き続きフラミニウスがマケドニアとの戦争に当たるということになったんですね。まあフラミニウスもね、さっきの戦闘に勝ったとはいえ、当然そのマケドニアに一気に攻め込めたわけではなくて、まあローマがね、マケドニアのファランクスに負けるみたいなこともね、あったりしつつも、まあ少しずつこう食い込んでいくみたいなイメージなんですよ。まあまあこんななんやかんやありつつ、まあローマ側にね、ギリシャの諸都市がかなりついてきてくれたおかげで、もうローマギリシャ連合軍となって、マケドニア軍とテッサリアのあたりで激突することになるんですね。これはまあフィリッポスがね、テッサリアのあたりにこう逃げ込んだので、まあそのどこにいるのかみたいなのをね、フラミニウスの方はね、ずっと探ってたんですよね。でなかなかこう居場所をつかめなくて、でようやくつかんだのがこの場所だったみたいな感じもあったりするというところなんですね。でまあその日はね、初めはすごい濃霧だったんですよ。すごい濃い霧が立ち込めていて、まあ街の中みたいな感じだったんですよね。でそこでお互いがこう石膏を送り合うと、そこでもう遭遇戦になってですね、まあその遭遇戦の中ではまあローマがまずは有利に、戦ったらしいんですけど、でそこにフィリッポスが援軍を送ると、逆にローマ側がこうチリチリになって逃げ出すしかなくなるみたいな感じになるんですね。でマケドニア軍は、ざまみろローマの猿どもが我々に怯えて逃げ出しやがったみたいな感じになるんですよ。でフィリッポスとしてはまああまりマケドニア軍にこの有利な場所でもなかったし、ここでの戦闘はこう避けたかった部分もあったんですよ。こうなんかだだっ広平地みたいなところでもなく、まあ市街地みたいな感じに近いんですよね。しかもなんか結構デコボコのある土地で、まあ大規模にこうファランクスを組むみたいなことがなかなかしづらい場所。とはいえ運よくね、遭遇戦で勝ってしまったために戦わざるを得なくなるというような状況になっていく。でフラミニヌスもね、まあ遭遇戦では負けたものの、ここで決戦を行うしかないかというふうにね、覚悟を決めて、兵たちを鼓舞するという感じになってくるんですね。まあ、フラミニヌス自身もね、ここで一気に戦いたかったっていうわけでもないとは思うんですけど、我々はギリシャに渡ってから何度もマケドニアに勝利してきている。彼らにあるのは名声だけであって実力はない。今が決戦の時だ。言うとですね、戦闘態勢にお互い入るわけですね。この辺のね、まあ経緯の書き方よくわかんないんで、まあどういう陣形になってたのかいまいちわかんないんですけど、一応ねこんな感じで表してみましたって感じですね。マケドニアの方はもう重装歩兵がね、右翼から真ん中にかけて全部、ファランクスですね、サリッサを持った長い槍を持った重装歩兵が基本的にはいるという感じですね。でローマの方はね、左翼と中央は重装歩兵、まあレギオンっていうね軍団ですね。で右翼の方はね、象と軽騎兵がいるんですよ。おお、象ここにいるんだっていう。でまあ先ほどのこう遭遇戦の流れの中からもう戦闘始まっていくみたいな感じになってですね、まあフィリッポスが押し込んでたわけじゃないですか、ローマの方を。でローマもそれに対抗するような感じで兵を前進せざるを得なくなって、改めてお互いこう戦列を整えたみたいな感じっぽいですね。でフィリッポスは右翼にそのサリッサ・ファランクスを置いていて、こいつを前面に押し出していったところ、ローマ左翼はですね、やっぱ、ね、手も足も出ずに完全に混乱に落ちるということなんですよね。まあ長槍出されると、それを効果的に使われるとね、やっぱ手も足も出ないですよね。ローマの方は基本的に剣ですからね。だからローマ左翼側は完全に劣勢だったと。で一方ローマ右翼にはね、象と軽騎兵がいるわけですよ。フラミニヌスは象を前面に押し出したところですね、マケドニア軍はですね、象だー怖いよーたちまちに逃げ出したと。ゾウ聞いた。ゾウ聞くんすよ、ここで。
これさっき言った通り、その今戦ってる場所はなんか丘に囲まれたね、市街地に近いような場所っぽくてですね、もともとなんかマケドニアがあの食料補給をしに来たのをローマが妨害しに来たみたいなところで、あの遭遇戦に発展したっていうところがあるんですよ。だからまあお互いのその両陣営の陣地も近かったから、そこから遭遇戦で負けないようにお互いが兵力を送り合ったところ、それなりの兵力同士の戦い、2万対3万ぐらいの戦いだったはずです。ちょっとこの辺の数字は曖昧なんで、あの断定的なこと言わないんですけどね。まあそんな感じの戦いになっていくとので、まあだからそういった狭い場所での戦いだったわけですよ。まあそんなね狭い場所でね、急に象出てきたらね、やっぱ逃げ場もないし、そりゃ怖いよねっていう話なんですよね。まあ逃げ出すのもしょうがねえかなみたいな。あとさっき言った通り、この狭かったんで、そのマケドニア側の左翼側っていうのはこうファランクスをまともに組むことができなかった。しかもデコボコしてたんで、ファランクスがあんま機能しなかったというところもあったみたいですね。それによって逃げ出すことになったと。これでローマ右翼側は優勢になったと。しかも敵はね、逃げ出したためにローマ右翼は浮いた状態になるわけですよ。ですかさずね、あの窮地に陥っていた左翼側を救援に向かうという動きをするんですね。しかも裏から回り込んで、軽騎兵がね一気に裏に回り込むと。で当然マケドニアのファランクスは、まあ、前面への前へのね圧力っていうのはめちゃくちゃ高いんだけど、側面とか背面とかは非常に脆いというところで、まあそこを突かれる形となって、マケドニア右翼も回走すると。で中央歩兵同士の戦いも、まあマケドニア優位で進めてたらしいんですけど、まあこれによってね、まあ右翼も左翼もね、ローマが勝ったことによってローマ側が持ち直して、もうマケドニア兵は武器を捨てて逃げ出したと。フィリッポスもわずかな騎兵を伴ってなんとか戦場からね逃げ出すことがやっとだったと。マケドニアの被害は死者8000、捕虜が5000、ローマの死者は700と言われています。ローマ快勝。まあね、ザマの戦いとかを見た後だとね、まあ小規模な戦いに思えてしまう部分もあるんですけど、まあこれが非常にねこう決定的な勝利になってくるんですよね。この勝利の後、まあいろいろなね交渉とかも行われつつも、まあアイトリア同盟とかからは、そのフィリッポスはね、あの散々あのギリシャ諸国に対してひどいことしてたんだから、もう王座から引きずり下ろすべきだみたいな意見とかも出たりしたんですけど、まあそれをフラミニヌスがね抑え込んで、まあフィリッポスの王権は存続させた上で、まあかなりね寛大に扱ってね、まあその罰金刑とかだけで済ませるみたいなね、感じにしたんですよね。これによってね、フィリッポスがね新ローマになっていくんですよ。なるほど、そういう流れかと。そう、なんかフラミニウスが一気にマケドニアのペラに攻め込んで占領したとかそういう話ではなくて、あのシラクサのヒエロン2世との関係みたいな感じに近くなっていくんですよね。フィリッポス5世がローマ側につくということになるんですよね。なるほどと。いやこうしてあのマケドニアをもローマは味方にというかね、引き入れることに成功して、まあ事実上もうね、ローマの一部というようなね、まあ一部ではないんですけども、まあ少なくとも敵ではなくなってくるということになるんですね。なるほどね。だが、敵はマケドニアだけではない。傑物アンティオコス3世。セレウコス朝シリアですね。そしてこの頃、セレウコス朝シリアにはあの人物がいた。ハンニバル、なぜ？続きは次回。なんでハンニバルがセレウコス朝シリアにいるんだよ。どういう流れなのか、続きは次回を楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。